皆さんこんにちは、いろあじの山下です。はい、ということで今回はですね、本日8月23日にですねスカウト会議が開かれまして、今年の秋のドラフトに向けてまあ会議が行われたということなんですが、まあそれについてね何本か記事を上がっていたので、まあその記事の内容からねいろいろ考えたことがあるので、まあそれをね皆さんと共有したいなと思います。はい、ちょっとねまず最初にこのスポーツ報知さんの記事を見てほしいんですが、日本ハムスカウト会議で大学生投手を中心にスタート、青学大、常広選手、そして下村選手らが上位候補という記事ですね。まあちょっと詳細は、ここに貼っておくのと、あとあの下にリンクも貼っておくので、まあちょっとそちらの方から見てほしいんですが、まあちょっとね注目点を3つほどありまして、その3つについてちょっと話したいなと思ってて、まず注目点3つですね。まず最初に言うと1個目が道内関係6人というところですね。そして、2つ目ですね、大渕スカウト部長が大学生投手は一番信頼できるエリアと話したところ、そして、3つ目が、大渕部長がですねドラフトは能力順に取ろうっていうのが基本的な考えというところを述べたというところですね。はい、この3つについてちょっとね思うところを話していきたいと思うんですが、まずやっぱりメインはここだと思います。道内関係6人というところで、高校生3人、大社が3人という報道がされてるんですが、まあこれがね誰なのかっていうところがねいろいろ議論を呼びそうかなと僕は思ってるんですが、まあじゃあまず先に高校生3人について、話したいと思うんですが、まあこの2個前の動画かなで北海道関係のドラフト候補っていうことで、まあ19人紹介してですね、まあその中で高校生が10人、そして大学生が6人、社会人を3人紹介したわけですね。で高校生10人、紹介したんですが、その高校生10人っていうのが、旭川市方伊地知選手、旭川明生千葉選手、函館大雄と川島選手、クラーク新岡選手、そして白川学園西村選手、東海大札幌阿部選手、札幌新陽細野選手、北海岡田選手、北海熊谷選手、そして札幌大の鈴木選手という10人でした。で、まずですね、北海の熊谷選手についてはもう進学報道ということなので、まあ、ここからおそらく進学報道から変わったりすればまたドラフト候補になると思うんですが、まず、まあ、熊谷選手を外して、まあ、9人一応候補がいるわけなんですが、まあ、ここから3人がね、まあ、日ハムのドラフト候補にはなっているというところで、まあ、このうちこの3人っていうのが誰なのかっていうところなんですが、まあ、まずですね、まあ、候補となるのが、まあ、旭川市方の伊地選手、旭川明生の千葉選手、まあ、神田優斗の川下選手、白川学園の西村選手、そして札幌新陽の、細野選手の5人のうち3人じゃないかなと僕思ってます。まあ、新岡選手、クラークの新岡選手なんかは、どうかな、プロ志望とは言ってるんですけど、どうかな、まだね、やっぱり球速があんまり上がってないというところからもね、やはりちょっと大学進学してストレートに磨きかけてという感じがしますし、まあ、東海札幌の阿部選手についてもちょっとアピールしきれなかったかなっていう、その今夏での成績もありますし、まあ、北海道の岡田選手についてもねちょっとね甲子園で打たれてしまったりとか、まあ、進学っていうところもある可能性もあるかなと僕は思ってるので、まあ残りの5人のうちの誰かかなと思ってるんですが、まあそうですね、まあこの5人結構ね甲乙つけがたくてですね、まあ、白川学園の西村選手なんかは、まあ、入ってる確率かなり高いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、西村選手の場合もしかしたら進学なのかなっていう気も なんですかね、なんかチラチラしてて、ちょっと僕はねここら辺は全く根拠ないんですけど、全く知らないんですけど、まあ進学なんじゃないかなと勝手に思ってですね、まあこの西村選手は進学だというすれば、もちろんスカウトはそういう情報を分かってるわけですから、まあ西村選手が進学だったらまあそこに入らないでしょうし、まあそうなると旭川市方の一選手、旭川明生の千葉選手、神田優斗の川下選手、まあ、そして札幌新陽の細野選手の4人のうち3人かなと思ってます。まあ、札幌新陽の細野選手なんかも、まあ、今夏ですね、ちょっとアピールできなかった部分がありますし、強いて言うならですよ、ここら辺は全然確定じゃないんですが、旭川市方の一選手、旭川明生の千葉選手、神田優斗の川下選手の3人じゃないかなと僕はなんとなくですが思ってます。はい、まあ、ここはやっぱ高校生3人というところで、大学生、社会人が3人というところなんですが、まあ、ここまでざっと名前を挙げますと、メモしてあるのが、星槎道都大学の伊藤投手、そして星槎道都大学の滝田投手、北海学園の帯川選手、仙台大学の、土本選手、東農大北海道ホーツクの石澤選手、東海大札幌キャンパスの、戸坂選手、NTT 東日本の片山選手、王子の高島選手、そしてウィン北広島の早川選手という9人をね一応ピックアップしたんですが、まあ、このうちですね、まあまあ星槎道都大学の滝田選手と、まあ、仙台大学の辻本選手に関してはもう上位候補とも間違いなく歌われている選手で、まあ何回もね日ハムも注目してるっていう記事が 何個も出てるので、まあ、この2人は まず間違いなく入ってると思うんですよ。で問題は残りの1人なんですが、個人的には北海学園大学の帯川選手じゃないかなと思ってて、まあ僕もねこの間ピッチングを見てきたんですが、やっぱりちょっとプロ行きそうだなっていうレベル感を感じたんですよね。で特にやっぱりコントロールもいいですし、まあスライダーっていうところを空振り
が取れる変化球もありますから、まあプロ行きそうだなっていうのがこの間見た感想で、どうかな、まあ多分日ハムがこっから分かりませんよ。特にまあこの時期のスカウト会議なんで、大学生についてはもしかしたらこの秋次第で評価が変わってくるっていうところもあるかもしれませんが、まあ帯川選手は入っててもおかしくないかなと思います。まあそしてね、もう一人挙げるとすると NTT 東日本の片山選手なんかも、まあずっと注目されてるピッチャーですし、入っててもおかしくはないかなと思いますね。だから個人的にはこの4人、滝選手と辻本選手は確定で、まあ、帯川選手か片山選手のどっちかかなと思ってます。はい、まあそんな感じですね。まあここら辺はね、完全に僕の主観で、まあ、個人的な意見を言うと、高校生3人が旭川志穂、伊地選手、旭川明誠、千葉選手、神田優斗の川島選手、そして大学生が聖佐道大学の滝田選手、北海学園大学の帯川選手、そして仙台大学の辻本選手の6人じゃないかなと思ってはいるんですが、まあ、これは完全に個人の意見なんで、まあ、ぜひね、皆さんの意見とか、まあ、もしね、進学、この人は進学だよとか、そういう情報があればですね、教えてほしいなと思ってます。はい、こんな感じでね、ポイント1個目、が、道内関係の6人が誰なのかっていう話でした。そして、次ですね、上位候補について、大渕スカウト部長が、大学生投手は一番信頼できるエリアと話したというところですね。まあ、これについてね、いろいろ見方があって、まあ、まず大学生投手が、まあ、熱いっていうのはまず間違いなくそうなんですよ。で、まあ、これもね、多分、まあ、まず間違いなくそうで、まあ、青学大の、まあ、常広選手、下村選手なんかは、まあ、日ハムとのね、練習試合なんかもありましたし、まあ、まず高く評価してるだろうなっていうのは間違いなくて、で、ここはそうなんですけど、じゃあ、それが、ドラ1がどうなってくるかっていうところなんですね、問題は。だから、まあ、これを、の発言をね、素直に唱えると、まあ、ドラ1も大学生投手ということになるのかなと思ってるんですが、まあ、花巻東の佐々木選手を中心にね、やっぱ高校生も、まあ、注目候補っていうのはいるので、まあ、個人的にはね、この後、日本ハムの1位予想っていう動画を撮りたいと思ってるので、そこで詳しく話したいと思ってるんですが、まあ、個人的には、この発言は、ちょっとブラフ的なところで、まあ、本命というか、まあ、上位候補に入っている、上位候補の20年に大学生投手が多いっていうのは多分事実だと思うんですが、ドラ1は多分花巻東の佐々木選手なんじゃないかなっていう個人的な予想があってですね、まあ、やっぱりあれだけのスケール感と、まあ、スター性ですよね。やっぱ日ハムって結構スター性も結構重視するところだと思うので、どうかな、なんとなくですが花巻東の佐々木選手が1位候補筆頭に置いてはいる気がしますね。なのでまあ個人的にはね、ここら辺はまあ何とも言えるし嘘はついてないと思うので、まあ全然どうとも捉えられるんですが、1位候補が、まあ常広選手、下村選手が、まあ、1位候補ではあると思うんですけど、常広選手とか下村選手が1位候補筆頭なのかって言われると、僕はなんか違うような気がしてて、まあ、花巻東の佐々木選手を軸に、まあ、常広選手、まあ、あともう一人、まあ、細野選手なんかもいると思うんですけど、この3人ぐらいの感じで、まあ、検討してるんじゃないかなっていうのが個人的な意見なんですが、もちろんね、これもね、全く素人意見ですし、全く内情とか知ってるわけじゃないので、ぜひね、コメントがある方はコメント欄にお願いします。そして最後ですね、大渕スカウト部長がドラフトは能力順に取ろうというのが基本的な考え方というところですね。まあ、これはもう日ハムの伝統的な方針で、まあ、特にドラ1なんかはこの年のナンバーワンの投手を取る、ナンバーワンの選手を取るというのが、まあ、基本的な考え方でしたが、まあ、やっぱりそれが今年も継続されていくんだなと、そして今後も継続されていくんだなという感触ですね。まあ、そしてですね、やはりまあそうとは言いつつも、もちろんドラフトは戦力補強の面もあるので、まあ、いい選手を取りつつ、当然ながら戦力の斜めっていうところもまあ考えていくんだろうなっていうのは、もちろんそうなっていくんじゃないかなと思います。まあ、これはねそんなに話すこともないので、まあ、これぐらいの方針が継続するんだなっていう風な感想ですね。はい、まあ、こんな感じでね、日ハムのスカウト会議について、ちょっと記事があったので、確認してきました。まあ、個人的には道内関係6人ということで、誰なんだろうっていう、まあ、もう妄想というかね、想像というか、まあ、が広がって、まあただね、概ね予想通りというか、まあ高校生についてはどうかな、進学とかね、僕の知らないところでまあ行われていることも多分たくさんあると思うので、誰が進学とか全く分かんないんですけど、まあそれを踏まえると、まあ3人ぐらいに絞られてくるのはまだどうかなと思ってて、まあ代表も滝田選手と辻本選手と、まあもう一人帯川選手、片山選手あたりのまあ3人かなと思ってるんで、まあそれはねもう完全に予想通りという感じですね。なのでね、まあこの3人プラス3人の6人のうちね、ぜひね何人か1人でも2人でもね、まあ指名されることをまあ願ってるという感じですね。まあ、特にねやっぱり去年ね、ファイターズは北海道関連の指名というのがなかったので、まあ、今年は多分1人は指名してくるんじゃないかなと個人的には思ってるので、まあ、そこら辺もねちょっと期待したいなと思います。はい、こんな感じでいろいろ始めましたでした。バイバイ。北海道日本ハムファイターズの